ナンバーアンダーラインアイの会心劇。透明になりたいが1位獲得。トップ4独占の理由を徹底解説。ナンバーアンダーラインアイの成功はファンあってこそ。ILI's の熱狂的な応援がランキング独占を支える。ナンバーアンダーラインアイは、まだデビューして1年も経たない新進気鋭のアーティストグループでありながら、すでに音楽業界で数々の記録を打ち立てている。その会心劇は、 オリコン週間デジタルシングルランキングでのトップ4独占という前例のない偉業によって、音楽ファンの間で大きな話題となった。このランキング独占は、男性アーティストとしては史上初の達成であり、音楽業界にとっても歴史的な瞬間である。特に、透明になりたいは初週で1 1231ダウンロードを記録し、見事1位を獲得した。続く、レシピ5と倍7分の24もそれぞれに、 3位、4位にランクインし、まさに圧倒的な存在感を示している。この偉業は、一時的なブームではなく、グループとしての確固たる実力とファンの熱狂的な支持によるものである。音楽業界では、新しいアーティストが次々と登場し、その中でどれだけ注目を集めるかが重要なポイントだ。しかし、ナンバーアンダーライン愛が成し遂げたこの快挙は、ただ単に一過性の人気にとどまらず。 彼らの音楽がリスナーに深く響いていることを証明している。透明になりたいは、その繊細な歌詞と心地よいメロディーが多くのリスナーの共感を呼び、日常の中で感じる孤独や葛藤を描いた楽曲として広く支持されている。一方で、レシピは、もっとポップでキャッチーなサウンドが特徴で、リスナーに元気を与えるような軽快なリズムが印象的だ。このように、異なる楽曲スタイルを巧みに使い分けることで、 ナンバーアンダーラインアイは幅広い層のファンを獲得している。しかし、この成功の裏には、彼らがどのようにしてここまでの地位を築き上げたのかという興味深い背景がある。ナンバーアンダーラインアイのメンバーである平野翔神宮寺雄太、岸優太の3人は、それぞれが独自の個性と才能を持ちながらも、グループとしての調和を完璧に保っている。彼らはソロ活動でも高い評価を受けており、 個々の魅力がファンを引きつけるる重要な要なな素となっているこの点が、グループとしての成功をさらに確固たるものにしているのだ。また、彼らの成功を支えるのは、単に音楽の質やパフォーマンスだけではない。ILIs、e yes、と呼ばれるファンコミュニティの存在も欠かせない。ILIs、e yes、の結束力と愛情は、ナンバーアンダーライン愛の成長を後押しし、彼らとファンが一体となって勝ち取った成功と言えるだろう。 彼らが史上初のランキングトップ4独占を達成した際、多くのファンがその偉業を誇らしく感じ、SNS を通じて彼らへの愛と感謝の言葉を送り続けた。このようなファンとの強い結びつきが、アーティストとしてのナンバーアンダーライン愛を支える重要な要素であり、彼らの未来をより明るいものにしている。音楽業界では、デビュー直後に成功を収めることは決して容易ではない。それにもかかわらず、 ナンバーアンダーライン愛はデビューしてわずか数ヶ月で、2度目のデジタル2冠を達成し、さらにランキングトップ4を独占するという前代未聞の成果を挙げた。この成果は、彼らがこれからも音楽シーンで長く愛され続ける存在であることを強く予感させるものだ。さらに、彼らの楽曲が累計4200万回も再生されていることからも、リスナーがいかに彼らの音楽に魅了されているかがうかがえる。 このような成功の裏には、彼らがどのような戦略や努力をしてきたのかも興味深いポイントだ。音楽業界は常に進化し、デジタル配信や SNS を駆使したプロモーションがますます重要となっている。ナンバーアンダーライン愛もその流れに乗り、巧みにデジタルツールを活用している。彼らの SNS アカウントや動画配信は、ファンとの距離を縮め、リアルタイムでのコミュニケーションを可能にしている。これにより、 ファンは常に彼らの最新情報や舞台裏の様子を知ることができ、より親近感を持って応援することができるのだ。しかし、ここで一つの問いが浮かび上がる。なぜナンバーアンダーライン愛は、他の多くのアーティストとは異なる道を歩み、これほど早くに成功を手にしたのだろうか。一つの要因として考えられるのは、彼らが単に音楽を提供するだけでなく、その背後にあるストーリーやメッセージを大切にしている点だろう。 透明になりたいに象徴されるように、彼らの楽曲は現代社会で多くの人々が感じる孤独や疎外感を繊細に表現しており、これが多くのリスナーの心を打っているのではないだろうか。また、メンバーそれぞれの個性が、リスナーにとって自分を投影できる存在として機能していることも重要だ。平野翔のカリスマ性、神宮寺優太のクールな魅力、岸優太の親しみやすさ、それぞれが異なる魅力を持つことで、 ファンは自分に最も近い存在を見つけることができる。さらに、彼らの成功の背後には、音楽プロデュースにおける革新性も見逃せない。ナンバーアンダーライン愛は、伝統的な J-POP の枠にとらわれず、様々な音楽ジャンルを取り入れ、新しいサウンドを追求している。これは、彼らがただのアイドルグループではなく、アーティストとしての地位を確立しつつある証拠でもある。音楽の枠を超えて、 ファッションやライフスタイルにも影響を与える彼らの存在は、これからのエンターテインメント業界においてますます重要な役割を果たすだろう。現在、彼らは次なる挑戦としてライブツアーを控えている。岸優太の誕生日の余韻が残る中で行われるこのツアーは、ファンにとっても特別な瞬間となるだろう。ライブのセットリストや衣装、演出など、すべてが彼らの今後のキャリアにとって大きなステップとなるに違いない。 そして、その場でファンと直接触れ合うことで、さらに深い絆を築くことが期待されている。音楽業界における成功は、単なる偶然や一時的な人気によるものではない。ナンバーアンダーライン愛のように、確固たる才能と努力、そしてファンとの強い結びつきがあって初めて達成されるものである。彼らがこれからもどのような道を進み、さらにどのような偉業を成し遂げるのか、その未来に大いに期待が寄せられている。 音楽は時代とともに進化し、アーティストもまたその流れに順応していく必要がある。しかし、ナンバーアンダーラインアイはその進化の中心に立ち、自らの音楽を通じて新しい時代を切り開いている。彼らの快進撃は、まだ始まったばかりだ。これからも彼らがどのような音楽を生み出し、ファンとどのように共鳴し合っていくのか、注目せずにはいられない。彼らの成功は、 単に音楽チャートでのランキングにとどまらず、ファンとの絆やメディア戦略、そして彼ら自身のクリエイティビティによって支えられている。特に、岸優太の誕生日を祝うライブツアーの計画は、ファンにとって待望のイベントとなっており、その余韻を生かして宮城でのライブが予定されていることは、彼らの人気の高さを如実に物語っている。このライブでは、セットリストや衣装、演出がどのように展開されるのか、 多くのファンが興味津々でで待ち望んでいるライブの成功は、彼らの音楽がライブパフォーマンスにおいても高い評価を受けていることを示しており、さらなる人気拡大の鍵となるだろう。しかし、成功の道は常に順風満帆ではない。ナンバーアンダーライン愛が今後直面する可能性のある課題として、持続可能な成長とクリエイティブな進化が挙げられる。デビュー1年未満でこれほどの成果を上げた彼らだからこそ、 次のステップでは新たな試練が待ち受けていることは避けられない。例えば、ファンの期待に依頼続けるためには、常に新しい楽曲やパフォーマンスを提供し続ける必要がある。また、音楽業界は常に変化しており、新たなトレンドや技術の導入にも柔軟に対応することが求められる。特に、デジタル時代においては、SNS やストリーミングサービスの活用がますます重要となっており、 これらをどのように効果的に取り入れるかが鍵となるだろう。さらに、ナンバーアンダーライン愛のメンバーそれぞれが持つ個性や才能を生かしつつ、グループとしての一体感を維持することも重要な課題である。メンバー間の協力とコミュニケーションは、グループの成功に直結する要素であり、これを怠ることは彼らの未来にとって致命的な影響を及ぼす可能性がある。特に、ソロ活動が活発化する中で、 グループとしての活動とのバランスをどのようにとるかは、彼らのキャリアにおいて大きなポイントとなるだろう。一方で、ナンバーアンダーライン愛の成功は、日本の音楽業界における新たな潮流を象徴しているともいえる。従来のアイドルグループとは一線を画し、アーティストとしての独自性を追求する彼らの姿勢は、多くの若手アーティストにとってのロールモデルとなっている。また、彼らの音楽が持つメッセージ性や社会性も、 現代のリスナーにとって大きな魅力となっており、これが彼らの楽曲が幅広い層に支持される理由の一つとなっている。さらに、ナンバーアンダーライン愛の成功は、I.L.Y.'s というファンコミュニティの力を改めて浮き彫りにしている。I.L.Y.'s は、単なるファンの集まりではなく、グループを支える強力なコミュニティとして機能しており、その結束力は他のファンコミュニティと一線を画している。 彼らの SNS 活動やファンイベントへの参加は、ILYs と Number、no. Underline I との間に強固な絆を築き上げており、これが彼らの成功に不可欠な要素となっている。ILYs の存在が Number、no. Underline I の音楽活動にどのような影響を与えているのか、そして今後どのように進化していくのかは、非常に興味深いテーマである。